どうも皆さんこんにちは、ティーズミュージックスタジオのタクです。今週も歌トレ頑張っていきましょう。本日のテーマは高い地声が出ない原因です。歌を歌っていて、ある程度の高さの音までは地声で出すことができても、そっから先の、そっから上の音に行こうとするときに声が裏返ってしまう、こういった感じで地声で出そうと思っても裏返ってしまう。それからそういった限界値の高さの音をあーって出し続けると、あー喉が痛くなってしまう、そのような症状の人のための改善練習方法を本日はお話ししていきたいなと思います。原因はズバリ、大きい声で出そうとしすぎということです。ある程度の高さまでは力ずくで当てることができるんですけれども、そこから先のさらに高い音を目指そうとした時に、大きさに頼って出そうとしているとなかなか出ないわけです。最悪裏返ってしまったりだとか、喉が痛くなってしまったりという部分につながってきます。これは声帯の構造とちょっと関係があるんですね。音を高くすればするほど声帯は周りの筋肉に引っ張られて、どん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 穴がちっちゃくなっていきます。喉の管が細くなっていくというようなイメージを持ってもらえたらなと思います。イメージとしてはですね、管楽器で考えてもらえればなと思います。ホルンありますよね。こう太いパッパッパーって音が鳴るホルンですね。それとこう横笛、フルートとか、ああいうような楽器で考えてもらえるとわかるかなと思うんですけども、高い音が出るのはどちらですか？フルートですよね。細い管の方が音が高くなるんですよ。つまり喉の構造も一緒で、管が細くなればなるほど音が高い音が出ると、そういう構造になっているんですね。管が細くなっていこうとしているのに、そこを通そうとする声がどん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 大きくなっていってしまっては、もう喉に負担がかかっていく一方ですし、声帯がペロッとめくれて、めくれてというか、裏返って、声が裏返ってしまうわけです。そういう風に自分の喉が動いているというようなイメージを持ってもらえたらなと思います。なので解決策としては、音が上がっていっても音量はそのままを保つ、音の高低ですね、こういった部分をコントロールする部分と、音量、音の大きさです、こういった具合の、音の音量ですね、をコントロールする部分、この2つのチャンネルが一緒になっちゃっていることが原因ですね。なので分けて考えます。音程をコントロールする部分と、音量をコントロールする部分、この2つを切り離して、コントロールできるようにする練習をしていくことがまずは大事になるかと思います。練習方法としましては、僕はオクターブ練習と呼んでいるんですけれども、音は何でもいいです。低いファから高いファ、今ファの音を出しているのは何でもいいんですけれども、たまたま適当にファという音を鳴らしてます。低いファの音から高いファの音、音楽的にはこのファから次のファ、この一周分の音の距離感のことをオクターブという言い方を音楽的にはします。で、このオクターブの距離感をはーと、なんかこうエレベーターでぐーっと上っていくようなイメージで声に出してみてください。はー、このような感じです。はーといった感じです。この時に、はーといった具合に音量も一緒になって上がっていってしまう、音程と音量がこう比例した形で一緒に上がっていってしまうというのは避けてください。あくまでも、別のチャンネルでコントロールできるようになってほしいです。音程は上がっているけど音量は一定と、こういう風に切り分けて考えることが大事です。で、厳密に音が自分の中で合ってなくても大丈夫なので、とにかく音量が一緒になって上がっていってしまうっていうのだけ避けてください。そうしながらだんだん半音ずつ上に上げていくと。
男性の場合だったらラ、A ですね。ここら辺までが、まあ地声で、コントロールできると、まあ理想的かなといった具合です。女性であれば、その上のレの音ですね。ここら辺までが地声で出せると理想的です。曲の中ではもっと高いところまで地声でいく曲はあるんですけれども、まあ、平均的に男性であれば今のラ、女性であればその上のレ、このあたりまでの、このあたりの高さまでが地声でコントロールできると理想的です。8割9割の曲は歌いこなせると思っていいと思います。当然ながら音が高くなっていくと喉はどん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 狭くなっていきます。その時にふーうーと物理的に喉を締め上げようとすることは間違いです。ここが難しいんですけども、ここを一緒にしちゃうとダメなんです。喉をぐーっと絞り上げる、締めるという行為と声帯を閉じていくという行為は似て非なるものなんです。声帯を閉じるという行為は あくまでも音の出口を細めているだけであって、喉そのものをぐーっと絞り上げていることではないんです。なのではーっと出していても喉がこうグッとこう筋が入って絞り上げるようにはなってないと思うんですけれども、これがはーってなると当然ながら喉には良くないです。ここを、勘違いしないで、やっていただけたらなと思います。で、練習をいっぱい重ねることによって喉に痛み、イガイガだとか、ちょっとこう喉の調子が良くないなと感じた場合は練習をやめて休息をとってください。今回の動画も参考になったなという方はグッドボタン、それからチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは、皆さんも一緒に歌トレ頑張っていきましょう。本日はこの辺で、どうもありがとうございました。